フェンダージャガーベースはフェンダーの日本で製造されたエレクトリックベース。ジャズベースとジャガーのスタイルと電気系統のユニークな組み合わせを特徴とする。ジャガータイプのアルダーボディにアクティブ、パッシブ両用のジャズベースピックアップを搭載多彩なトーンコントロールが可能になっている。ジャズベースと同じ位置にセットされたマスターボリューム、マスタートーンに加えボディ上部には アクティブ、パッシブスイッチとアクティブ時に有効なバスコントロール、トレブルコントロールを装備。下部には、それぞれのピックアップのオン、オフスイッチとピックアップシリーズスイッチを備える。細い C シェイプのメープルネックに、ローズウッドのフィンガーボードに模造真珠で、ブロックインレイが施され、ジャズベースの4サドルクロームブリッジと、ヴィンテージスタイルチューニングペグが使われている。 2006年1月のナームショーにてアメリカデビューを果たした。当初の定価は999.99 99ドルだが、一般的な販売価格は700ドル以下であった。アメリカで販売されたものは、ホットロッドレッドとブラックのカラーバリエーションのみ。日本では、ヴィンテージホワイトとスリートーンサンバーアーストも選択可能であった。こちらもヘッドが同色なのは、 ホットロッドレッドのみである。ジャガーベースは、ジャガーバリトンカスタムや、ベース6と混同しないよう注意が必要である。ありがとうございます。